こんにちは。雑穀と米粉でグルテンフリーのパン作り、ことはのパン教室、ことはの香りです。この度は、玄米と米粉のカレーパンレッスン動画をご覧いただきありがとうございます。お手元にレシピはありますかまず材料の説明からしていきます。ボウルに材料を測っていきましょう。米粉から塩までの粉類全部測ったら、 ゴムベラで混ぜていきます。台の上に出しますね。台と手で伸ばす感じで、伸ばして、たたんで、伸ばして、たたんで、パンをこねているようなんですけど、これ混ぜています。今、全体に絡みつかせた油を、こう、なじませるような感じですね。 発酵です。中に入れるカレーですね。レシピをお付けしていますが、こが取れたら、今度はラップに出していきます。雑穀と米粉でグルテンフリーのパンを作るトハのパン教室には公式ラインがあります。毎週月曜日の10時にパン作りに関するお役立ち情報を、金曜日の18時に 教室情報を配信しています。月替わりで米粉レシピのプレゼントも用意していますので、ぜひ友達追加して仲良くしてくださいね。一時発酵できました。台に出したら今日は4等分、4つ作りますので4等分ですね。4等分は簡単。半分にして、また袖を半分にすれば4つになりますので、潰していってください。 このカレーを包み込みたいので、大体もスケッパーぐらいの大きさあれば包み込めますから、見えなくなって、くっつけてくっつけたら、あとは表に返しましょう。そして、いつもと同じですね。丸め方は同じです。手を固定させておけば、この中で勝手にくるくる。 ま粉をつけてと周りですねこの周りの部分もこんな感じでもうこんとまん丸かわいい半分使っているような状態ですね。 ね、いい色。全部ひっくり返しました。これで揚げていってください。今、揚げてますが、カレーパン、やっぱりね、揚げるのがおいしいと思いますと。焼いてもできます。丸めましたよね、カレーを。カレーパンが揚がりました。 いかがでしたか新しい動画が公開されたら通知が届きますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますそれでは最後までご覧いただきありがとうございましたおたはの香りでした